はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。今日はですね、3月27日に幻冬舎から出た私の新刊、こちらです。当たり前を疑う100の方法、イノベーションが生まれる哲学思考を紹介したいと思います。この本ね、まさにね、タイトルの通りなんですけれども、当たり前を疑ってイノベーションを起こしましょうっていう内容の本なんですよ。今ね、不確実な時代でしょ？何が正解か、何が当たるのか、これ誰もわからないんですよ。だとしたら、どうします？それをどんどん面白いことやるしかないですよね。しかも、新しいことやらないとね。そのためにどうすればいいのかというと、そう、もうね、常識とか、前例とか、成功体験とか、そういうものをね、疑っていかないといけないわけですよ。そのための方法が、哲学思考ということなんですよね。私いつも言ってますけど、哲学っていうのは常識を超えて考えることですから。まあ、なんとか哲学とかね、哲学の概念とかいっぱいありますけど、全部に共通しているのはこの常識を超えて考えようとしているところですよ。そうやってね、思い込みとか当たり前を乗り越えて、本質とか真理って言われるものを探求してきたのが哲学ですから。あるいはね、新しい発見をしたり想像してきてるわけですよ、哲学は。だからもう哲学はね、当たり前を疑うための方法の宝庫だと言ってもいいと思いますよ。で、この本ではね、そんな当たり前を疑うための技、方法をパート1とパート2に分けて合計ね、100個も紹介してるんですよ。パート1ではね、当たり前を疑うための技50ということで、いろんなケースで使える一般的な技をね、紹介してます。例えばね、動きとして見るドゥーズの生成変化とか、余計なものを重視するセールのノアーズとか、人間抜きで考えてみるハーマンのトリプルOとかね。で、パート2の方は哲学者に学ぶ具体的な疑い50を紹介しています。例えばね、孤独は幸せだと考えてみるショーペンハウアーの孤独論とか、ググらない方がいいと考えてみるモンテーニュの癖樹とか、子供のように遊べばアイデアが出てくるエリクソンの遊び論とか、そういう感じでね、どの項目もこれもう見開き2ページで展開してますので、すごく読みやすいですよ。しかも解説の後はこんな感じで使ってみようということでね、使い方までちゃんと具体的に示してます。ぜひね、読むだけじゃなくて自分でもね、実践してみてください。きっとね、ビジネスでイノベーションを起こすヒントが見つかったり、日常を新しいやり方で楽しむヒントが見つかると思います。私もね、早速実践してみますよ。さっきあったね、エリクソンのね、子供のように遊ぶことでアイデアを見出す、これやってみましょうか。僕は空飛ぶ本だよ、鳥みたいな本だよ。これアイデアなのかな。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。